ちは、デザインドリップです。今回はこのようなムードボード風のインスタバナーを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。まずはじめに背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。そしてカラーオーバーレイで FC、FB、F0 のベージュにしていきます。はい、次に長方形ツールに持ち替えます。適当なところをクリックして 280×380 の長方形を作ります。で、こちらと先ほど作った背景レイヤーを同時に選択して、左に揃えて上に揃えます。で、こちらから下に100ピクセル下げます。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、こちらで大丈夫です。で、こちらをコマンド J で複製して、今度はこちらを背景レイヤーと同時に選択して右下に揃えます。で、こちらを左に70ピクセル移動します。はい、さらに70ピクセル下に下げます。 1,2,3,4,5,6,7、 はい、こちらで大丈夫です。で、さらにこちらをコマンド J で複製して、背景レイヤーと同時に選択して、今度は中央そして上に揃えます。で、こちらから240ピクセル上に上げます。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4、 はい、こちらで大丈夫です。はい、こちらまで終わったらまた長方形ツールを持ちます。適当なところをクリックして、今度は 230×320 の長方形を作っていきます。こちらを背景レイヤーと同時に選択して上下中央に揃えます。で、こちらからさらに左に100ピクセル、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そして上に50ピクセル移動します。 1,2,3,4,5、 はい。で、こちらをコマンド J で複製して、背景レイヤーと同時に選択し、今度は右上に揃えます。はい、さらにこちらをコマンド J で複製して、背景レイヤーと同時に選択して下の方に揃えます。で、こちらを選択して左に300ピクセル移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 で、さらにこちらから130ピクセル下に移動します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3。 はい、こんな感じで大丈夫です。はい、また長方形ツールを持ってクリックして 280×280 の正方形を書きます。で、こちらを背景レイヤーと同時に選択して、今度は左下に揃えます。で、こちらから右に100ピクセル、そして上に50ピクセル移動します。で、最後にまた長方形ツールを持ってクリックをして、今度は 270×370、 そして角丸の半径が80ピクセルの角丸長方形を書きます。はい、こちらで OK です。選択ツールに持ち替えて、こちらと背景レイヤーを同時に選択して右上に揃えます。こちらから左に150ピクセル移動します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5。 さらに下に200ピクセル移動します。はい、こちらで枠の配置が完了しました。最初に作った長方形から最後に作った角丸長方形までを全部選択して上算にしておきます。はい、それでは次は写真を入れていきたいと思います。最初に作った左上の長方形を選択して、あらかじめ用意しておいたレモンの写真をドロップします。で、オプションで引っ掛けます。で、こちらで大きさを変更していくんですが、今回は横幅780で設定していきたいと思います。で、レモンがちょっと見切れるぐらいで OK します。はい、こんな感じで大丈夫だと思います。はい、次は右下の枠に他の写真を入れていきたいと思います。あらかじめ用意しておいたもう一つのレモンの写真を持っていき OK します。で、オプションで引っ掛けて大きさを変更します。こちらは横幅400にしていきます。で、位置は適当でいいんですが、水しぶきがちょっと上が切れるぐらいで、さらに左の果物がちょっと見切れるぐらいで、はい、こんな感じでいいと思います。
次はこちらの真ん中の上の方に他の写真を入れていきたいと思います。今度はこちらの写真を枠にオプションでクリッピングします。こちらの大きさは横幅540で設定していきます。で、位置はこんな感じで上のグラスと影がちょっと見える感じで設定していくといいと思います。はい、まあ、こんな感じにしてみました。はい、今度はこちらの真ん中の枠に写真を入れていきたいと思います。モデルさんの画像を持っていってオプションでクリッピングします。横幅は330にしていきます。で、位置はこんな感じでちょっとだけ右に寄る感じでおでこが切れるぐらいでいいと思います。一旦こちらで OK しておきます。はい、次にこちらの右上の枠に写真を入れていきます。こちらの光の写真をオプションでクリッピングします。大きさは横幅550にしていきます。位置はお好みでいいんですが、今回はこの線が真ん中に来るように置いてみました。はい、こちらで大丈夫です。はい、次はこちらに写真を入れます。こちらの水滴の写真を入れていきます。オプションでクリッピングして大きさを変更します。横幅900で設定していきます。で、こちらはこの長方形の左の端にぴったりくっつくように整列します。縦の位置は結構上の方にするといいかなと思います。はい、こんな感じにしてみました。今度はこちらの正方形に写真を入れます。こちらの麦わら帽子の写真をオプションでクリッピングします。横幅を310ピクセルにします。で、こちらも左にぴったり寄せます。はい、こんな感じでいいと思います。最後にこちらにアジサイの写真を入れていきます。はい、こちらの写真を使っていきます。オプションで引っ掛けて大きさを変更します。横幅を580ピクセルにします。はい、位置はちょっと右の方が見切れる感じで上の写真に少しだけかかる感じで OK します。まあ、大体こんな感じでいいかなと思います。はい、写真を入れ終わりました。次は明るさの調整をしていきたいと思います。こちらのアジサイの方からやっていこうかなと思います。レベル補正のレイヤーを作ってオプションで引っ掛けます。ちょっとこう真ん中の方を左に寄せるとコントラストが浅い感じになってちょっとソフトな感じになります。はい、こんな感じで調整してみました。で、次はこちらを調整していこうかなと思います。またレベル補正のレイヤーを作ってクリッピングします。はい、こんな感じでいいと思います。次はこちらのモデルさんの画像を明るくしていきたいと思います。こちらの画像ちょっと黒が強いのでコントラストを落としてソフトな感じにしたいと思います。真ん中のスライダーを左に寄せると黒の色が弱まってちょっとソフトな感じになります。はい、こんな感じにしてみました。次はこちらの写真を明るくしていきます。こちらは元の写真が結構暗かったのでかなり明るめにしてさらにちょっとソフトな感じにコントラストを浅くしてみました。はい、こちらで色の調整は完了です。ここまでできたらこちらの枠を全部まとめてグループ化しておきます。はい、次はテキストを作っていきます。テキストツールを持ってフォントはゴールデンブック、こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのライトで大きさは80ピクセルで行送りは53ピクセルで、トラッキングは0で色は真っ黒000000の真っ黒で書いていきます。ジューンムードと書いていきます。大文字で書いてください。ジューンの後で1回開業してさらに M の前で3つスペースを押します。はい、こんな感じにします。で、こちらの位置なんですが拡大をします。この E のここの部分がこの人の写真のところに揃うように持っていきます。はい、こんな感じで大丈夫です。で、下も揃えます。で、戻してこちらから40ピクセル下に下げます。 1,2,3,4 はい、こちらで文字は完成です。最後にノイズを乗せて仕上げをしていきます。最初に作った背景レイヤーをコマンド J で複製してカラーオーバーレイを真っ黒000000に設定します。で、上のフィルターメニューからスマートフィルター用に変換をしてノイズでノイズを加えるをクリックします。そうするとこんな感じになります。今回はカラーノイズを使用するのでグレースケールノイズのチェックは外しておいてください。均等に分布で量を 100% で OK します。で、こちらのレイヤーを一番上の方に持っていきます。描画モードを焼き込みカラーに設定します。
で不透明度を 3% にします。ちょっと拡大してみます。そうするとこんな感じでうっすらノイズがかかりました。はい、こんな感じです。背景をちょっと白にして確認します。はい、こちらで完成です。このようなムードボードは最近流行っていて結構見かけます。こういったものを作るときは配置は全然ランダムでいいんですが、今回は説明をするために綺麗な数字に直してみました。シンプルなステップでできるので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。